はい、本日はですねこちら南賀の京都店に行きたいなと思います。オープンしてまなしでね2023年の9月か10月かぐらいにオープンしたばっかりなんでめちゃくちゃまだ新しいんですけど、ちょっと撮影させてくださいっていうことで、いいですよって言っていただいたんで入っていきたいなと思います。新作もね今もうガッと入ってるみたいなんでいろいろ見ていきたいなと思います。一応なんかお店のコンセプト聞いたら外は京都っぽい感じで中がストリートっぽい感じで仕上げてるらしくて、この床とかもスケートボードとかのなんか場所みたいなでイメージしてたり、ライトとかもそういうライトを使ったりしてるみたいで今までのなんかっぽくないというか感じになったみたいです。じゃあ早速見ていきましょう。これはオーロラダウンハーフってやつやね。コートバージョンが出てたりだとか、これもそうやね、新しいよな。あ、レディースなんですね。あ、ボムワンっぽい。うんうんうん、この仕様とかもそうするね。おしゃれな感じや。うん。だまさきが着せそうな。確かに。で、こっち側はこれレディースか。初めて見る色だね。うん。色もそうや。形も初めて見るな。それのマウンテンパーカーバージョン、ダウンなしバージョン。もあったりするし、まあ、あと見慣れてるって言ったらあそこやね。ふわふわな感じ。ふわふわな感じなんやけど、これのフードありモッタありやなんか変わってるな。あ、ちょっと違うんや。持ってるさオーロラライトダウンあるやん、あれとかの系列かなと思ったりはしてんけど、この辺とかって多分新しいやつですよね。この辺もそうです。新しいですよね、はい、オーロラライトかなと思ったらフードが外せるんですか。デザインです。あ、へえ、なるほど。でライトシリーズでも若干数増えてきてるんですね。そうですね。ちょっと僕も、まあ、もしこの手の感じが、これフード取り外すとか、フード外したらねまたちゃいますもんね。で従来あったのがこれですかね。ちょっと寝袋をイメージしたような。ほな純粋なオーロラライトのダウンっていうのは今ないんですか。あ、へえ、変更してるわ。うん、じゃあ次を僕定番のロゴがね変わってますもんね。このロゴやったっけ持ってたやつ。分かんない。なんか多分変わってんのよ。このロゴじゃなかった気するな。布に刺繍みたいな、なんかこれみたいな感じこと。このタイプやった。ボックスロゴじゃなかったやん。これがオーロラライト近いよね、前持ってるやつ。でもそれがな、これ見て、オーロラライト三上っていう名前なんだよね。三上って名前ついて、あ、三上さん、三上さん、人の名前がどうか知らんけど三上ってついてて、この仕様はもう全く一緒ない。これが前のオーロラライトダウンにもこれも近いですもんね。フードありのバージョンやったらね。ちなみにこの三上って何ですか。三上山。あ、山どちらにあるんですか。滋賀県。いや人の名前かなって言ってたんですけど、山なんですね。パタゴニアとかもそうやもんな。その時の山の名前とかがついてるから。あ、へえ。じゃあこの辺りが新作で、いぶきの方も向こうにあるって感じですね。こっちの方もかきびかも。あ、へえ。メンズでもこの色はあるんですね。あ、へえ。新色なんですね。一回じゃあちょっと紫着てみましょうかね。どんな感じなんか新色なんで。確かに見せる分にはちょっと変わった色味やけど、着たらいけそうな。まあ、なんだといえばこう焚き火シリーズですよね。すごいな。あんまキーに2位にいいぐらいな。確かに、馴染みいいね。特にこういうくすんだ系とかやったら、特にはちょっと不意やもんな。でそれこそこういうベージュ系パンツに持ってきてもいいし、まあ、このデニムでも全然。やっぱお店がちょっとスケーターの雰囲気やから、こういうパンツとかもいいかもな。確かに。相性合うもんな。意外と紫がいける色やった。その色味がいいね。やっぱ焚き火シリーズ買い張る方って、キャンプされる方が多いですか。街中で、まあ、もうだって定番のモデルですもんね、これはね。ナンガといえばっていう感じです。すみません、ありがとうございます。あ、そのでここにね、なんかナンガって入ってる、毎年出てる8万か9万ぐらいするすごい最高峰ね、3年ぐらいナンガかけて作ったダウンジャケットみたいなのってあるじゃないですか。あります。あれって11月に入ってきてるかなって感じですよ。あれめっちゃ人気ちゃいます。あ、それそれそれ、これ言うてて、ね、すっごいポワポワのやつね。これ前回確かブラックに赤かみたいな感じですよね。それ色でも、あるんですよ、2色展開です。これは多分まず人気なんやろ。最強だもんね。うん、最強。試着したよね。これめっちゃええやんって言ってて。サイズが合わなかったんだよね、確か。これちょっとサイズ展開大きめな感じですかね、いつもより。カタログの匂いめっちゃいい匂いするんだけど。紙使ってる。すいません、ありがとうございます。11月3日ぐらいから入荷してるらしいから、この動画出てる頃には、全商品揃ってるって言った。ただその限り、その三上とかは
数量限定やから、うん、もう売り切れちゃったらないから、うんうん、僕も撮影してるのがちょっと10月の31だね。31で動画公開が11月の下旬やねん。だから結構早めにないいかんと、もしかしたらもうカラーとかがないかもしれないんですけど、次がこの辺で、この辺りが新しいやつでしたっけ。はいはいはい、あ、なるほど、あ、これがじゃあ新しいモデルや。いぶきっていう名前。じゃあ三山でしたっけ、あっち三上三上はやっぱオールライトバージョンやから結構いい偶数っていうか使っててって感じですもんね。パンパンですもんね。でそんな熱いのいらんっていう人はこれぐらいでも全然いますよね。なんか噂ではオーロラジャケットもちょっとサイズ大きくなったって聞いてたんですけど、なりますやっぱり。やっぱりワンサイズ分ぐらい。あ、ちょっとゆったりですよね。あ、上げて。マフラーいらんみたいな。なる。フラップがあったりとかないけどとかと、よりオーロラジャケットをアップデートした感じですね。ダウンパックのこの縫製の部分が、まあ、より動かしやすいやっぱ肘とか、うんうん、内側かしね、内側ポケットがついて、パックに1個前縦にダウンパック見せて、立体感のある着るしとかにしてあんま関係ないかもしれないけど、着たやつと着ちゃいますよね、全然ね。で普通バージョンもちょっとどれぐらいオーバーサイズになったのか着てみたいです。確かにちょっとゆったりね、このお店とめっちゃ相性にちゃいますよ、ストリートな感じってやったら。そうですね、これ須田バージョンになってるやん、ダウンパック。うん、タックが着るとまたね違う。後ろ姿見てよ、俺の顔じゃなくて。やっぱめっちゃいい感じちゃう。うん、この感じ好き、このデニムに白にそれで、これがオーロラジャケットですね。あ、確かにちょっとゆったりしてるな。で上まで締めると結構上まで上がってくるんですね。一回締めてみます。確かに結構もう上の方まで来てる。締めちゃえばほんまにここシャットダウンですね。うんうん、前こんな高くなかったですもんね。うんうん、高かったですもんね。結構な首足りひんこと多いけど、全然首やない、うん、めっちゃ足りてる。これって首、これもね、ある程度高く、うん、あ、そうなの。引き比べるとこっちの方が高くは、うん、3センチぐらい。もう全然違いますもんね。うん、全然違う。確かに首には隙間が若干あるかも、うん、締めてもちょっとだけ、まあ、高さも、うんうん、ここまで確かに3センチって結構まあちゃうっちゃちゃうかもしれない、うんうん、なんか首がもともと長いの嫌いな人おりやん、そういう人はこっちの方がいいかもしれない。うーん、逆に長い方がいいっていう人は全然上まで来てるから、うん、確かにあれはマフラーいらんやろね。うーん、細かいところですもんね、ここのフラップついてるとか、こう着てる感じの立体感とか。首で言うとちょっと俺はこっちの方が好きかもしれない、高い方が。あ、へえ、そうなんだ、うん、この辺までやっぱあると安心感全然違うから、うんうんうん、まあこれはいいやろね、どっちか選べるから、うんうん、それやるともうさらにあっちが気になってくるな、最初の三上に。あ、三上さんできたらフードなしで行ってみたいんですよね。はい、あ、ベストとかってないんですか。あ、あるや、ここ。そう、あ、サキビシリーズなんですね。サキビでも、これも今度新しいシリーズで、インナーダウンって今こう着てはるような感じの、うんうん、このシリーズだけなんです。うん、今回からちょっと焚き火の柔らかいこの、うん、確かに柔らかいです。あ、ほんまですね。ダウンですか、大丈夫、すっきりさせるだけ。ダウンベスト流行りですもんね。これが今期から出たダウンベスト。へえ、結構多いね。確かに形も変わってる、すごいね。こんなん全部書いてたらキリないぞ。ちょっとどれ買うか慎重に考えやんと思う。俺ちょっともしかしたらベストが似合いづらいかもしれんけど。ああ、首がないの確かに。でもこれだったらインナーで今時期こうやって着といて、うんうん、10月下旬から11月上旬、うん、寒くなったら上からウダ着る。コットンライトの街っぽいですよね。そうです、私服っぽいっていうか、ちょっとこっちやったらちょっとアウトドア感もあるけど、こっちやったらまあもうちょっともうほんま私服っぽい。さっき言ったように綿入ってんのって言うけど、分からんもんな。分かんなかった。3月にダウンベストとかダウンって着づらいですもんね、もう春服なってるから。うーん、ちょっとダウンっぽくなって、より着やすい。確かに。あ、すいません、ありがとうございます。中も変わってる。へえ、よくわからない。これのスペシャルバージョンじゃないバージョン、通常モデルを持ってんのよ。ちょっと一回締めてみようか、うん、前まではなかったんやけど、うん、リブがついてんのよ。へえ、ここ前までなかったですもんね。でこれで締めるからより入ってこい。最強じゃん。で前までそれがなかったから、うん、確かに袖口ちょっと頼りないなっていう印象はあったんやけど、うん、最強ダウンだね。最強ダウンはまた違うのよ。あ、そうか、あの違うやつやから。他なんか変わったことってあるんですか、このリブがちょっと変わったかなっていうのとか、このここのポケットとかが、うん、この浮いてんのよ。カンガルーみたいになってるってこと。いい、分かってないな。これ用に生地を1枚貼っつけたんだ、ね、うんうん、うん、手がここからシュッて入るってことね。あ、手つなげる。ここにマチがあることが何がいいかっていうと、うん、普通これポケットペッて入れたら、うん、ここの中は、うん、
手の甲にはこのダウンなんだけど、うん、手のひらの方はもう地肌になるんですよ、うんうん、ロンティなんだけど、うん、こうやったら両方にダウンがある、あ、甲にもあるし手のひらの方にも両方にダウンがある。それがこっちの手もそうなの、うんうんうん、普通のダウンジャケット触ってみたら分かるけど、だいたい上にはあんねんけど下に、うんうんうん、ファーファーしてるサイズだね。あ、もう背中集まってきた。あ、脱ぎな脱ぎな汗かく前に脱いとかんと。これのフードアリーも一回着てみてもいいですか。ありがとうございます。ちょっと違う種類に見えるね、そこにカラーが変わるだけで。でフードついてる今回は。ああそうかそうか。ああ、もう完成されてるね、この組み立て。かっこいい。これが一番なんていうの、スタンダードなモデルっていうか着丈とかで考えたら、うんうん、モデルはもう一番いいモデルやねんけど、それ M サイズ。 M サイズ、うん、でオーロラライトは俺いつも M ない、うん、普通は全部 L やねん。へえ。でちゃんと防水やし、うん、防水なんだ。止水10本使ったり。ほんとだ。これはもうみんな知ってる。知ってるよ、ね、これ見てる人知らん人動きやすくなってる。なんか他は僕ダウンジャケットも何着かあるんですけど、海外のブランドのやつとか。でも15万ぐらいするダウンとほぼ変わらんすもんね。これ海外に出したらもっと高いでって言ってたよ。アメリカでなんか買おうと思ったら。あ、へえ。そう高なりますよね。15万とかね、うん、してくれるけど、日本やからこの値段で買えるけどっていう。日本が誇るブランドだね。まあ、そう見たことなかったですね。いや知らないです。これは京都店と大阪店で限定、限定販売してる。そうです。うん、見ないですもんね、この型になんがってやつ。そう、ちょっとよく見ます。おー、かっこいい。じゃあこれも店頭にある分って言ってるんですか。そう、柔らかい、さっきのやつですね。ちょっと掛け合わせた別注モデルみたいな感じですかね。これ見かけてみていいですか。これは結構ね、着た時のボックスが、へぇー、手に貼られたら、はい、つけるで、へぇー、確かになんか上品だね。やっぱ生地やろな。これさっき あのカーディガンとか、うん、ダウンベストのやつと同じ生地、はいはい、ちょっとやっぱり見え方が、うんうん、全然違いますね。へえ、これかっこいいです。うん、かっこいい。やっぱ大阪店と京都店で作ったって言ったから、うん、さんが考えるっていうか、うん、おしゃれな人が考えるデザインよな。そう、商品開発ばっかりしてたら機能性ばっかり言ってられるそうか、まあ、それ街に住んでる人のね、意見ね、店員さんがこう考えるっていう、服に合うダウンだけど、うんうん、マウンテンパーカーの延長線上みたいな生地がいいんかな。なんか綺麗やな。うん、綺麗。なんかすごい綺麗。これかっこいい。それ XL なんだ。これ XL。あ、XL。あ、ちょっとちっちゃめが、逆にこれ上げた方がいい。うんうん。一通り来ましたね。ね、来ましたね。次ちょっと俺考えてる間ブランケット。はいはい。それちょっと選ぶ。あ、これもでもなんかすごいね。でかい。まあ言ったらグッドスリープ布団の。うん。シルか。ミゼルなサイズ。寝れちゃうじゃん。寝れちゃうよ。これ寝てるやん君ちゃん。かわいい。かわいいね。結構ね、生地が。コットンとポリエステル。あ、違うです。だからこう、あと丸洗いできるんですよ。あ、めっちゃいい。ソファーにいいね、これ。色、この青とこの、これ可愛くない？ナンガって書いてあるの。あら、可愛い。どれがいいかな？この辺も可愛いよね。え、どれがいいかな？これ今の大本命、この今。これでしょ？そう、私もこれ、この色。これか、これだな。意外と一番最初の白黒も可愛い。そうそう、可愛かったのよ。でもこれはさ、なんか持ったやつ似てるね。じゃあこっちにする？じゃあこれなし、こっちにする？これと黒どっちにする？じゃあ、あ、これ取って、うん、どっちもいい、どっちもいい。飲みます。どうですか。あ、可愛らしい。もう今日の格好と一緒やん、バッチリやん。あ、ほんとだ。一応なんだっけ、うん、こっちは、うん、なんか見え方によってはハイブランドっぽい雰囲気にする。あー、こっちにしようか。いいよやっぱりね、これかなと。まだ着てないやつ。綺麗、さっき着た。あー、ここで2個首が長いやつ。うん、首長いやつ、うんうん、これ好きなの、こういうのが、うん、で、これはもちろんブラックもあるし、うん、ちょっと薄い、うんうん、クリーム色。あ、でもこのデカされたさっきの色の方が似合ってるのかもしれんな。そうだね。あ、これ XL からちょっと大きいんか。あ、そういうこと。でもどっちにしても色的にもこっちの方が似合ってたかもしれんな、うん、こんな感じで、うん、かっこいい。やっぱな、あんだけ首元が高いっていうのがないかな、うん、他に仕上がってるよな、これなかっこいい。これにしますか。うん、はい、でもあれもかっこよかったけどな、別注の大阪と京都。あ、これね、もしかしたらネットで買われるかもしれん。大阪店と京都店で作ったって言ってたから。あと言ってはったインナーダウンとか、これはもうちょっとこうダウンっぽい感じのインナー、うんうんうん、さっきとはちょっと違うね、うん、この辺のやっぱり本当にダウン、あのインナーダウンって感じ。柄は刺繍なんだね。いい、っていうかプリント
プリント？あ、プリントが店長モデルだね、これ。うん、店長さんモデル。これが286やから3以下ぐらい。もうこういう 2way の着方ができる。あ、こっちの長袖バージョンで着るってこともできるし、これパチって取って、うんうん、半袖として着ること、うんうん、これが店長さん今やってる、うん、さっきのナンガのこういうロンって着る、うん、ナンガすごい、そういうことか。ザナンガ完成されました。そう、これインナーかな、メリノウールや。なんだろう、インナーに着るやつやね。デスレイヤー、寒くないよって。結構分厚いんですね、生地。キャップのかなと思ったら結構分厚いんや。いいですね、こんなん出てたんですね。あ、今年からですね。今年すごいね、めちゃくちゃ変わってる。企画部で開発部すごいね。大忙しい、ね、このベースレイヤーあったかそうや。うん、めっちゃ高そう。あれじゃん、うちも使ってるけど。あ、本当だ。本来の使い方してないけど、君。これも枕にしてるんですよ、くるくるにしてかけずにこう枕に。そうなんですよ。 OK ですか。はい、すみません、じゃあそれでお願いします。ありがとうございます。へぇ、仙台もオープンしてる。あ、へぇ、ね、あ、ドームはどこ。うん、あ、新しくできたところか。こっちに行って北海道で飯食った。許可下りないかもしれない、ね、うん、でもなんか北海道とかだったらまたアイテム違うのありそうですね。ホワイトレールとか。あ、ホワイトレールもあるのか。へぇ、ちょっと気になるね。見てみたいですね、うん、はい、ということで買い物してきました。どうでしたか。めっちゃ楽しかったし、ね、別注のやつっていうか大阪と京都でしか売ってないやつあったやんか。あれ、ここに、ここにしか売ってないんだ。ここと大阪しか売ってないんだ。で作ったやつやん、ね、だからもうそれは多分着てみないとないかもしれないんですけど、あれめっちゃかっこよかった。あれめっちゃかっこよかった。よかった。で、あと、まあ、こう今は出てなくて動画のアップロードされてる時に出てると思うんですけど、ここにナンガって入ってる8万8000のやつ、あれもねちょっと狙いに行きたいな。ちょっと北海道か仙台かなんかに連絡してまた行けたらなと思いますね。それはでも皆さんが 見るか見ないかによって、見ないんやったらもうナンガさんも共有しないって言われてしまいますので、どんどん見ていただければなということで、本日はですね、ナンガ京都店で買い物させていただいた動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。